はい、今回はですね、このメガ SG 前回やった時にですね、特殊カートリッジはどうなんだと言われましたんで、ちょっとね確認してみたいと思います。そうですよね、特殊カートリッジ、まあその代表格といえばこちらでしょうか。バーチャルレーシングですよね。ポリゴンなんですよ。セガバーチャプロセッサーと書いてありますんで、この中にプロセッサーでも入ってるんでしょうか。確かにメガドライブだけでね、ポリゴンを表示するわけですから、まあ何らかのプロセッサーがこのカートリッジの中に入っていると思われます。それがちゃんと動作するかどうかは確かに互換機をね、互換機の性能を確かめる上では非常に重要だと思いましたということでね、バーチャルレーシングですよ。確かにすごいですよね。で、今までの互換機確かに動きませんでした。まあ手持ちのやつで見てみると、これ何だったっけかな、16ビットポケット MD だったかな、こちら動きません。画面が真っ黒のままですね。でもう一つこちらのね、同じく16ビットポケット HDMI のメガドライブのね、コンバーターを挿してやってみましたけど、やっぱり動きませんね。ということで、なかなかこう、やっぱりこう、バーチャプロセッサーを動作させる互換機ってなかなかないと。まあまあ、もしかしたら他にあるのかもしれませんけどね。で、早速ね、こちらで挿してやってみましたら、なんとですね、とりあえず映像が映し出されました。これまだデモ画面なんですけど、ちょっとね、プレイしてみたいと思います。ちょっと気になったのは、道路が時々青っぽくなってるのは、これってもともとそうだったのかなという。あんまりね、やったことないんですよね。ほぼ初見に近い。やったことないわけじゃないです。ただ、スーパー 32X だったか、スイッチ版なのか、サターン版なのか、すでに記憶にないといった感じなんですが、さあ、出てきました。まだデモですね、デモ。やっぱこの青いのが気になるんですが、もともとこうだったかな。スピードはかなり普通にね、ガンガン処理してますね。なんかもっさりしてるわけでもないですし、とりあえずポリゴンが崩れちゃうとか画面が映らないとかそういったことはないです。非常にいい感じに映し出されていますよ。まあこのコースをねちょっとやってみたいなと思います。で、ちょっとね、敵がいると、うまく進みませんので、フリーランでいきます。まあ、ビギナーですね。ビギナー。さあ、ちょっと画面は切り替わりましたけど、今はメガ SG の画面になってます。右側がね、ちょっとコントロールしてる風景ですが、まあ、あんまりこのシーンはいらなかったかなと。気がしますけど、せっかく撮っちゃったんで2画面でお送りしてます。やっぱりね、時々道路に映るこの青いのが気になるんですよね。もともとあったのかどうなのか。ああ、この鉄橋好きだなーっていうのを前回も言いましたね。前回何もやった、あ、スーパー 32X をやったんだ、マルチメガの時に。だからなんとなく覚えてるんだよ。で、こんな青いのがあったのかなと、いささか疑問になってるんですけどね。動作そのものがね、特に問題ない感じがします。メガドラだけでこれ動いちゃうんだな。まあ、いわゆるあれですかね。スーパーファミコンでいう、スターフォックス。まあ、ポリゴンへのね、進化の途中の作品ですよね。
今はもうポリゴン全盛ですけど、むしろこうドットなんてかなり減っちゃいましたね。いや早い、あ早いな、こう処理スピードなのか何なのか。スターフォックスってかっこいいんですけど、なんとなく今やるとモサモサしてる気がするんですよね。スーパーファミコン版スターフォックス、期待が重たい気がするんですが、これなんかめちゃくちゃスクロールが早い。まあ演出の問題だと思うんですけどね。まあ今はこうスーパーじゃねえやメガ SG でバーチャレーシングが動くかどうかをチェックしてるわけです。まあこのことはねコメントでいただいたんで、ちょっとやっとかなきゃなと思いまして現在やっています。まあ何周かしてますけど、特に変な場所はないし、ちゃんと動作してるみたいですね。前よりもちょっと上手くなった気がするな。こっち入っちゃった。あれ？これ何？あれ？道間違ってないか。あ、ピットか。ピットピット。これピットインする意味あんだっけ？タイヤ交換してるから多少滑りにくいとか、そんなパラメータあんのかな？あれ？間違った。こっちか。よし。テイクオフってな。これ終わりがないね。何周すればいいとかないのかな。フリー、ああ。フリーだからないのか。練習ひたすら。ちょっとダメになってきたな。集中力が切れてきた。やっぱ敵がいた方がいいね。なんかこう一人しかいないと緊迫感がないか眠くなっちゃうな。まあとりあえず動作してると。もう何周した？あ、ラップが書いてあるね。5周か。早くてちょっとねパラメーター見てられないのよね。スターフォックスの時はね、見られたんですけど、だんだん集中力を変えてきましたね。なんかな、音が小さい気がするんだよな。音聞こえない、あんまり。ちょっとね、実機で調べてみたいと思います。道路って青かったっけって。それだけなんですけど、まずはデモ。今の青かった？あ、これか。やっぱ青いな。実機でやっても青いですね。青い。なんだろうこの青いのは。仕方ないのか。うん、やっぱ青いね。これは正常と言っていいんだ、いいのかな。そしたらちょっとせっかくなんで動作確認とは違うんですけど、メガ SG とマルチメガの比較ですね。まあ大体そんなに、若干どうでしょう、マルチメガの方が色が濃く出てる気がします。文字はね、まあどちらもくっきりしてるかな。非常に鮮明に映ってます。はい、いかがだったでしょうか。メガ SG でまあバーチャルレーシングがちゃんと動くのかというねコメントで質問があったんで、ちょっとねやってみました。
非常にね、こうほぼ実機と同じように映し出しています。明るめに映し出されてるかなといった感じがしますね。これはね、普通にやはり SPFG だったっけ、違うな、 FPGA だ、 FPGA のパワーを見事に感じる仕上がりになってると思いますよ。バーチャ動きました。ではまた。